冬は板皿が乾かなくなってしまうので、こんな風にして乾かすことをやってみました。ホットカーペットです。新聞の中には、ケーカル板の上に、板皿を作ったものを置いて、ホットカーペットの上に置いています。こんな感じです。これ作ったのがですね、昨晩なので、今ちょうど14時間ぐらい経ったところです。乾燥もいい感じです。もうあと10時間もすれば完全に乾燥するので、焼くこともできると思います。こっちはちょっと新しいですね。で、反りもなく、通常10時間ぐらいでこうやって一気に乾かしてしまうと反ってしまったり歪んでしまったりするんですが、そういうことも全くなく、いい感じで乾いています。